見落としがちなコーヒーに含まれるシュウ酸は尿路結石の原因となり強烈な腹痛を引き起こすことがあるメンタル疾患の人がコーヒーを飲むとアデノシンという神経伝達物質の働きが悪くなりパニック発作を引き起こす可能性があるコーヒーに含まれるカフェインは依存性があり摂取量が多いと依存症を引き起こす可能性があるコーヒーは正しい時間に摂取しないと 睡眠が妨害され体調不良の原因となる。コーヒーの飲みすぎは、胃酸の分泌を促し、胃炎や胃潰瘍を悪化させる可能性がある。コーヒーの利尿作用によって、体内の水分が失われ、結果的に脱水状態を引き起こすことがある。砂糖やクリームを入れたコーヒーは、カロリーが高く肥満や糖尿病の原因になりうる、スタバのフラペチーノなどには注意が必要。コーヒーを飲みすぎると、 鉄分の吸収を阻害して貧血のリスクを高めることがある。カフェインが神経を刺激することで、焦りや不安感じ、手の震えなどの神経過敏を引き起こすことがある。コーヒーを上飲すると、飲まないと頭痛が起こる、カフェイン離脱症状が見られる場合がある。歯の表面に色素が付着してしまい、頻繁に飲むと歯の黄ばみの原因になることがある。コーヒーに含まれるカフェインは、血圧を一時的に上昇させ、 高血圧の原因となることがあるコーヒーは適量を守って摂取しよう